エルビル・ラヒミッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナの元サッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー。1994年、NK ボスナで、プロとしてのキャリアをスタートさせる。その後、スロベニア、オーストリアでのプレーを経て、1999年に、ロシアへ渡る。2001年、競合 PFC チェスカ・モスクワへ移籍をした。クスカでは、レギュラーとして出場し、 数々のタイトル獲得に貢献をした。2013年1月からはコーチを兼任しているが、同年10月には守備的 MF に負傷者が相次いだこともあり、2012年10月のカップ戦以来、約1年ぶりに公式戦に出場した。国内リーグでは2012年4月以来、チームメイトからはパパの愛称で呼ばれている。 代表デビューは31歳58日と、かなり遅く、ボスニアサッカー協会幹部との対立で、当時の主力メンバーを含む13人が代表から離脱したことを機に、2007年6月2日のトルコ戦で初招集された。現在、クラブでの出場機会は少ないものの、2011年3月26日に行われた UEFA 欧州選手権2012。 予選のルーマニア戦ではフル出場を果たすなど35歳になった今でもボスニア代表として活躍している。ありがとうございます。